あ、潮の匂いがしてきた。本当だな。イロッチ、どうした？この匂い、ドカンと何かが弾けそうっすよ。やったじゃん！たどり着いたら絶対弾ける。ルカッチ、足、怖いっすよ。どうして？足の中でグイングイン高まって、てっぺんで弾けそうなのは、芸術的なものではない気がするんす。とんでもない勘違いをしていた気がしてきたっす。え？予感がすべて、いいものだなんて限らないっす。何を勝手にいいものだと思い込んでいたんすか。足は、ひたすら惨めで、ひどいものかもしれないっす。イロッチ。さっきからうだうだと。今の貴様より惨めでひどいものなどあるか！カレンチ。アイデンティティすら失って、怯え震えてるその姿こそ、この世で最も惨め！キャンサーからの方が、種を増やそうという強い意志が伝わってくる！今の貴様からは、何も伝わってこん！空っぽじゃ！なら消えろ！いなくなれ！存在していても意味などない！一瞬でも貴様を認めたわしが愚かだった！わしだって何もない！何もないところから、ただ他者を殺すためだけに生まれてきた人格！だからこそプライドを持たねば、やれなかったのだ！朝倉がチヤホヤされている陰で、わしは一人、いかに華麗に相手をほふるか、それだけを考え続けてきた！その孤独な戦いがわかるか！ずっと一人で、刃を磨いてきたのだ！芸術もそうではないのか！黙々とキャンバスに向かうものではないのか！孤独ではないのか！周りに仲間がたくさんいて、チヤホヤしてくれるのか！貴様は違うのか！違うのならいい。帰れ。もう用はない。いやっす。あ？足も戦いたいっす。カレンチと。はて、今の一瞬で何か心境の変化でも。今の熱い思いを聞かされて、逃げ帰るわけにはいかないです！足は、足じゃないかもしれないっすけど、元の足は、孤独にキャンバスに向かっていたっす！その足まで捨て去ることなんてできねえっす！あまりにかわいそうっすよ！その思いが重なったっす！進むっすよ、足は。やれやれ、らしいぞ。やべ、カレンちゃんがそんな思いでいたなんてまるで知らなかった。泣くのはあいつを倒してからにしてくれ。やべえのが来たぞ。泣いてなんかねえよ。え、お前東条に行ったつもりなんだが。え、スカサッチも？いえ、全然泣いてなんかないわよ。でも今は、切り替えなくちゃな。手強そうですが、三一栄たるところ、見せたりましょう！オーケー、行くぜ！